相沢里奈さん33歳、推定サイズは D です。中3の夏に千葉県船橋市のショッピングモールで家族と買い物をしていたところスカウト。高校受験のため高校入学後に芸能界デビューしました。そして17歳、初めて受けたオーディションに合格し、エンジン戦隊ゴーオンジャーの戦隊ヒロインに大抜擢。放送当時は3人のヒロインでアイドルユニットを組むなど人気を博しました。なおその後30歳でウルトラマン、31歳で仮面ライダーに出演しており、スーパー戦隊、ウルトラマン、仮面ライダーの3大特撮ドラマへの出演を果たしています。18歳目前のタイミングで初写真集、初水着を披露。その後週刊プレイボーイや週刊ヤングジャンプにて表紙を飾るなど、グラビアアイドルとしても活躍します。しかし22歳の時に女性ファッション雑誌モア専属モデルに抜擢されると、グラビアからフェードアウト。25歳でグラビアをするモデルモグラ女子ブームに伴い、シュープレにグラビア復帰すると、戻ってきたと歓喜の声が上がりました。また同年出演したドラマクズの本懐ではクズな女教師を演じ、大胆な性クロスを初披露。柔らかそうなオツハイを手もみんされたり、生徒に騎乗したり、挿入を表情で表現したりと演技力の高さをうかがえましたよ。26歳の時に中国出身の友人から中国にもリナさんのファンがいることを知り、中国でのお仕事も視野に入れ中国語を学ぶように。27歳で北京に1ヶ月、台湾に1ヶ月の計2ヶ月間語学留学しました。いつかお仕事につながるといいですよね。そして31歳、ドラマサブスク彼女で6年ぶりに性クロスシーンを披露。恋愛強者 OL 役ということで、自身で勢いよく服を脱ぐことによりプルンと振動するオツハイや、攻め攻めのスタイルで腰を前後に動かす様など、リナちゃんに主導権などを握られたい紳士たちにとってご馳走会となりました。さらに今年6月には12年ぶりとなる写真集月刊相沢里奈を発売。なんと布をまとわないおセミショットに初挑戦くださっています。これにはティンティン戦隊がゴーオンジャーしちゃいますね。終わり。